高島忠夫は日本の俳優、タレント、司会者である。本名は高島忠夫。血液型は O 型。四人姉妹弟の長男。所属事務所は東方芸能。兵庫県向郡三影町で姉妹弟のいる四人師弟の長男として出生。祖父は大地主で不動産収入があり、そのため父は美和師匠を受賞していたが、 弟子もおらず、生涯定職に就くことのない勇敢階級の家庭であった。成績は優秀で、神戸市中に進学、水泳部に所属した。同じクラスに、作家の小松左京と、国広正夫がいた。小松とは、一緒にバンドを組んでいたこともある中、学生改革により6.3、賛成となり、神戸市中5年から新生神戸高校3年上と、 進学するが、ジャズに没頭して退学。翌年に、関西学院高等部へ今でいう、水泳推薦で、編入学する。高校では、団期六がボーカルだった、軽音楽クラブに所属した。1951年に、映画会社新東方のニューフェイス、新東方スターレットの、第一期生として、芸能界入り。スターレット同期生は、天地茂久保直子。 小笠原博士、松本朝浦18人。映画界入りしたことで、関西学院大学は2年で中退した。本名の高島忠夫から芸名を、高島忠夫として、21歳で上京して、東京暮らしを始める。俳優座で俳優の勉強とボイストレーニングをし、この時に、歌の才能が認められて、本格的に歌の練習をやるよう勧められる。 1952年の映画、恋の応援団長でデビュー。同年に、ちょいと姉さん思い出流で、初主演し、囲碁新東宝で主演級の歌うスターとして活躍。高島の映画出演は1950年代から1960年代が、中心で100本以上の出演作の大半が、この時期のものである。特に、坊ちゃんシリーズの主役は、当たり役となった。 作曲もこなし、1958年には、東京ダークムーンをフランク長井に提供している。その後、君は、ミュージカルスターになれるとの菊田和夫の誘いで東方に移籍。東方ミュージカルのほかコミカルな演技が印象的な、キングコング対ゴジラや、日本製の本格的ミュージカル映画として、後年評価された。 君も出世ができるなどの東方映画や東方系列の宝塚映画に出演するようになる。1963年には日本初のブロードウェイミュージカルとして上演されたマイフェアレディに出演して評判となる。女優のス花代とは1961年にスが司会のテレビ番組季節のミュージカルにゲスト出演したことから知り合い2年間の交際を経て 1963年に結婚。ごちそうさまで長く夫婦で共演していた。結婚後、長男、道を設けるが、1964年に、生後5ヶ月で、当時17歳の家政婦によって殺害されるという、事件に見舞われる。1968年、東映動画の、アンデルセン物語では声優をこなし、 ミュージカル仕込みの明朗なテノールの歌声を披露している。東方一席後は壮年に差し掛かると、バイプレイヤーとして脇に回り、土曜賞の司会者をしたことをきっかけに、テレビの仕事が増え始め、1970年代からは、本格的にテレビに進出して司会業を行う。料理番組、ごちそうさまや、クイズ番組、クイズドレミファドン、などの司会業のほか。 ゴールデンヨガ劇場では映画解説を務め、いずれも長期にわたる人気番組のホスト役として活躍する。1970年代半ばには、暴飲暴食によって糖尿病を発病。一時は体重が 120kg 近くになったが、和食中心の食事にして3年後に体重を 70kg 台に落とした。1980年代後半に、 次男の正宏、三男の正信が共に俳優としてデビュー。以降は芸能一家の代表格として親しまれる。1993年からは家族4人共演でファミリーコンサートを定期開催した。1995年に実家が阪神・淡路大震災で被災して全開。糖尿病を発症して以後、一時禁酒したがダイエットに。 成功した頃より飲酒を再開。不眠症で酒と睡眠薬に頼って眠る日々でアルコール依存症になっていた。1971年から1996年にかけて25年間続けて愛着のあった仕事であるごちそうさまの司会交代や母親が入院したことなどがきっかけで1998年に重度のうつ病を発症しレギュラー番組の ゴールデンオー画劇場、暴れん坊将軍など4本交番治療に当たる。交番に当たっては、糖尿病であると説明していた。翌年に症状が改善したことから仕事復帰し、復帰初仕事のトーク番組、徹子の部屋の出演の際にうつ病だったことを告白した。しかし無理がたたって再発し、再び療養していたが、2003年頃から徐々に、 芸能活動を再開2007年春から完全復帰。以降は家族と共に鬱病への理解を深める活動を行っていた。高島の闘病生活は2007年6月にドラマ化された。さらにパーキンソン病を発症し2010年には不正脈のため心臓にペースメーカーを取り付ける手術を行った。2013年6月18日には カスペ。で、独占密着。真実の高島ファミリー、忠ださん、死ぬまで一生やで、住み花よ、献身愛で戦う、夫の病と題して、5年ぶりに、テレビ出演を果たした。2017年8月に、初孫が誕生。2019年6月26日13時1分、老衰のため、自宅にて死去。88歳遺没。 明るく楽しいキャラクターをセールスポイントにし、妻の住とは、おしどり夫婦のイメージ通りに、夫婦喧嘩をしたことがなかった。次男の正宏によれば、うつ病を発症するまでは、家庭でも、テレビなどと同じように明るく、テンションが高かったという。そのため、長い層状態から、うつ状態になったのではないかと推測している。浸透法時代も、 調子のいい男と見られたり、ボンボンという感じだったという。一方で、関西弁だからと、井上梅治の映画の配役から外されたことがあった。家族ともども世界的シンガーであるフリオ・イグレシアスの大ファンで、1985年8月に、クイズ・ドレミファドンに、イグレシアスが出演して、以降、家族ぐるみで付き合いがある。音楽番組や、 バラエティ番組ではよくイグレシアスとのエピソードを披露している。2010年の7年ぶりのコンサートにも観客の立場ながら同行していた。前述のカスペの密着取材においてもイグレシアスの台湾公演で再会した模様を取り上げ、普段は倒れないようにと思っていた杖を使わず自力で立ち上がり、ステージ終了後にも楽屋裏で対面した。 東方へ移籍した当初は、東方喫水の俳優らに引け目を感じていたが、キングコング対ゴジラで主演を務めたことにより、東方の役者として認められたと、感慨深い思いであったことを述べている。一方で、新婚旅行で、ロサンゼルスを訪れた際に、ハリウッドの記者から取材を申し込まれたが、高島自身が知られていたわけではなく、当時、キングコング対ゴジラが、 全米公開されていたことによるものであり、ゴジラのことばかり聞かれ憤慨したという。飛行機を苦手としており、怪獣島の決戦、ゴジラの息子でグワムロケを行った際は、東方が特例として、妻の分の飛行機の席も用意すると申し出たが、高島はこれを拒み一人日本に残った。ロケ先では高島に似た、現地人を代役に起用して撮影が行われ、 高島は映画を見て笑ってしまったという。弟、高島博之は音楽プロデューサーで、名、高島千佐子はバイオリニストとして、著名の傍ら、バラエティ番組への出演も多い。千佐子の夫は、ソニー創業者一族の森田健二で、母方の祖父は、岩手県出身の実業家、瀬川八重門。妻、隅花代は、女優で、長男。 高島道夫、次男、高島正宏、三男、高島正信を生んだ。先祖に三平汁の開発者とされる、斎藤三平がいると、高島忠夫自身が著書で述べている。ありがとうございます。